学ぼう SDGs 近代ニコイチ女子大生ユニット和子エコさんが県内の SDGs の現場をリポートします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速学ぼう SDGs 2回目のコーナーは、素材で世界を変える加賀市にある会社を訪問しました。2人が訪れたのは加賀市にある石川樹脂工業。今年で創業76年目ですが、5年前に発売されたある商品が会社の歴史を変えました。石川専務に教えてもらいます。こちらが実は我々の商品なんですけど、これは何に見えますか？ガラスのコップですかね。はい、実はこれはこれね、もう1000回落としても割れないトライタンっていう特殊な素材を使った、割れないけど安全でと美しいガラスのような商品になっております。曲がりますか？あ、これすごい、もうすごいすごいグッとやったらすごい曲がる。このバネっぽさが割れない秘訣になっていて、うまくこれで衝撃を吸収することによって割れないっていう風になってます。バイトとかだとやっぱ落とす心配ですごいなんかどうしようって思っちゃうけど、これだと安心バイトできそうです。そうなんですよ。だバイトの人たちから実はすごく喜ばれていて、長く続けるようなきっかけになるっていう話を受けてます。美しく丈夫で何度でも再利用できる新しいプラスチック素材トライタンは、まさに SDGs 時代の申し子。イタリアンレストランサイゼリアの全店舗でドリンクバーのコップなどとして採用されているほか、一昨年には新しいテーブルウェアブランドエイラスをスタート。トライタンにガラス樹脂を混ぜることで丈夫さに高級な質感もプラスしました。商品の一つモータージャグは、高級ホテルグループ星野リゾートの客室に備え付けペットボトルの代わりとして置かれています。今後この会社はどういうふうに展開していくんですか？そうですね、根源的にはやっぱりより良い社会を作る会社になりたいなと思っていて、リサイクルであったり SDGs を通じてより良い社会と、より良い食体験っていうのを作り出せるような会社にしていければなと思ってます。トライタン、まさに驚きの新素材でしたけれども、スタジオにも持ってきてくれたんですよね。はい、こちらが商品になります。素材そのものにも驚いたのですが、例えばこのお皿、深さが違いますよね。実はスープを最後まできれいにすくえるよう考えられているんです。形を自由に変えられるプラスチックの強みを生かした食べる人にも食材にも優しい食器なんです。そしてこのスプーン、色が違うのは持ち手の部分が回収され再利用されたトライタン、口をつける部分が新しいトライタンと分けられているからなんです。単にリサイクルをするだけではない、優しい心遣いが素敵だなと思いました。もう一つ私が今回の取材で印象に残ったのはこちらの言葉です。この春入社した新入社員の稲垣さんに、どうしてこの会社を選んだのか質問しました。稲垣さんは石川樹脂工業で1年半インターンをしていて、この現場の方々の人柄に憧れて、やっぱここで働く以外の選択肢ないなって途中で気づいて、この人と一緒にとか、こういうチームメンバーでやって自分の個性が発揮させるされる、やっぱ上が言ったものをそのままやるっていうのがだんだんなくなってきてるなって感じてて、そこを OK してくれる会社っていうのは別に大手じゃなくともどこでもいいのかなと。自分らしく生きたいというのは私たち世代が共通に思っているイメージなので、稲垣さんの言葉はとても参考になりました。人を大切にする優しい考え方が商品にも会社にも現れていて、 SDGs の取り組みとともにとても勉強になりました。はい、というリポートでした。そして石川樹脂工業のトライタン製品はですね、こちらの方で検索をしてみてください。以上、学ぼう SDGs でした。